カメラをやると上手くなります。もっとカメラがある程度ちょっとでも分かってないと、光をちゃんと計算できる人じゃないとできないと思いますよ。撮ったものに対してその光が計算できてなかったとしたら、ストロボとかも買ったりとか、はい、カメラマンさんに聞いたりしてました、ね、まあ、うるせえなみたいな今作るやつはあんまり集客は考えてないんですよね。あ、ヘアスタイラーも一番最後ですね。なんかもうフラットに考えですよね。相当の引き出しがないと多分できないの で、 でもこれって結局モノマネじゃんって思って、それめちゃめちゃあるんですけど、立体感を出すっていうことが、え、こんなのって思うんだけど、あ、こうやって映るんだみたいな、束感と程よいラフさ、絶対カメラとかはやった方がいいですね。こう360度どっから見ても濃いよ、やっぱりそういう撮影とサロンワークっていうのはもう全然離れてるものじゃなくて、サロンワークの延長が撮影であるし、楽しいんかなってたまに思っちゃいますけどね。たまには自分の作品っていうか、どういうところからしてきた？僕は海とか山だから、そういうのやってると今度自分でディレクションできるようになるんですよ。でこの間ライブセミナー最初もやったんですよ。7万人見てましたからね。アフロートのこの接遇感、技術力の高さっていうのは、で絶対最後まで作り切って最後まで撮ってみる、でもやってからその先のことを考えればよくて、初めはもうコツコツやって、で最後はそういうふうになると。